本日のメインイベント WBC 世界ジュニア最高級タイトルマッチ15回戦を行います。赤コーナー世界ジュニア最高級チャンピオン130パウンド BVD 米倉所属柴田文明。2回目の防衛なるか、チャンピオン柴田。予告通りナックアウトでタイトルを奪うか、エクアドルのラミロ・フレイ・ボラノス。今晩のレフリージャッジ、レフリーがアンセラノ・ペレスさん、メキシコ、そしてジャッジが宇野武雄さん、そして同じく佐々木明義さん。レフリーが両選手を呼んで試合前の注意であります。将来のためにも何としても負けられないというチャンピオン柴田。これが結婚後初めての世界タイトルマッチです。絶好のチャンス、エクアドルに初の王座を持って帰るという挑戦者。さあ第1ラウンド開始のゴンが鳴ります。第1ラウンド始まりました。いきなり右ストレート、チャンピオン柴田、オープニングヒット狙ってきましたね。まあ当たらなかったですけどね。まあ積極的に出ましたね。苦戦を制したということですね。白いトランクスのチャンピオン柴田、黒いトランクスのラミロ・ボラノス。ラミロ・クレイ・ボラノスとその頭文字 RCB の縫い取りがあります。柴田がまず先制攻撃をいたしました。今晩のタイトルマッチ柴田の速い左です。いいですね、左は。なかなか速いです。第1ラウンドリングの中央、問題はこのラミロ・ボラノスが練習で見せましたスピードあるボクシングが今晩のリング上初めての世界タイトル挑戦でできるかどうか。まあこの試合は前半、あっと上がった、上がりました、左当たった、チャンピオンの左、左当たった、また左当たりました。柴田好調のスタート、ローピン詰まった、挑戦でローピン詰まった、構成ですね。いいですね。あの右のフックから左のフックね、なかなか良かったですね。ただね、あまりねこう強気になることがですね、もう攻撃一本になりますとね、この相手なかなかパンチありますからね、これは気をつけた方がいいですね。右ストレート顎を捉えました。まあいつも言うことですけど、ね、打ったらすぐ引くことね、これが必要ですね。第1ラウンド挑戦者の出方を見ようと思ったところ、チャンピオンがいきなり飛び込めだ、思い切ったパンチを放ちまして、まず第1ラウンドチャンピオンが起点を制しました。ボディーブロー、一発左フックを返しました挑戦者。最高だ、最高だよ、あまり早く倒すなよ。柴田は調子がいいようですね。はい、なかなかねスピードもあるしね、非常にいいと思いますね。ただねこの柴田、第1ラウンドから明らかに狙っています。柴田君いい攻撃ですね。驚きの表情があります。まあ最初だからね、これ驚いたんでしょう、まさかと思ったんでしょうね。目の、上を切りましたね。早くも挑戦者ボラノス目を切りました。左のフック顎を捉えた、また左ボディーブローから顔面、左のダブルフック、チャンピオンいい攻撃です。ボラノスとしてはこの体勢を立て直すのは難しいですね。そうですね、相当ショックでしょう。右ストレート、ちょっと腕が縮んでいます。第1ラウンド終わりました。このラウンド5対4、第3の採点5対4でリードです。
それではここで両選手の体格比較表をご覧いただきます。ご覧のように身長では 3.3 センチ、しかしリーチで15センチ、これは大変な差ですね。白井さん、ちょっとね差がありますね。まあそういう意味ではね、もう中へさっと入ることをね、離れたらうんと離れると、中間距離一番危ないですからね。しかしその15センチのリーチの差全く問題にしませんで、第1ラウンドまず柴田が先手を取りました。試合は第2ラウンドに入りました。また左のフック、いいタイミングで当たります。攻撃はですね、はい、ちょっと予想以外でしたね。まあそれだけに非常に効果ありましたね。思い切ってニューストレートを出しました挑戦者ボラノス。また柴田の右に当たった。ボラノスは得意のフットワークを使うことができません。第1ラウンドの先制攻撃の柴田、ボラノスがね心理的にちょっと動揺しましたからね、あ、ボネがちょっと効いてますか。あっと左に当たりました。今度はボラノス、怖いです。やだやだ、フリーヒット、これは効いた。柴田が非常にリラックスしたボクシング。立ちました。戦闘再開、戦闘再開、時間があります、時間があります、時間があります。柴田の攻撃、柴田の攻撃だ。時間がある、ロープに詰まった。柴田はどう攻める、これは肝心ですね。柴田はどう攻めるか、ボディーブロー、空振り、ナタリー。柴田がここを冷静に攻めたいところです。柴田冷静に攻めたいところ、慌てないでね、よくね、あの見て打つことですよ。コーナーに詰まった、コーナーに詰まった。挑戦者、まだ時間があります、まだ時間があります。いや、だった、いや、だった、これはカウンターだった、これはカウンターになりました。カウンターだった。挑戦者は立っているのがやっと。場内総立ち、場内総立ち、これは効いている、これは効いています。これは効いています。絶対のチャンスなんですよね。これは効いています。柴田ちょっと休んでますね。柴田出ません、柴田出ません。冷静に火を伺っています、冷静に火を伺っています。ここは白井さん、はい、空振りをさせていきたいところですね。そうはね、相手にね打たせてね、カウンターにすることですよ。だからね、細かく手出した方がいいですね。あるいはこのラウンドピンチを脱するか。これね、休ましちゃうと危ないですからね。ここで決めたいですね。あと10秒になりました。あと10秒です、このラウンド。あと10秒。しかしね、ボラノスはなかなか頭いいですよ。ピンチの時はロープ背負っちゃったですよ、はい、今ね、だいぶ治ってきたんですね。ここで第2ラウンド、ついに2度目のダウンはなりませんでした。しかしこのラウンド、白井さんの採点5対2です。前のラウンドの柴田の一方的な攻撃をご覧いただきます。スロービデオです。ロープを背負いまして、ついにこのラウンドナックアウトまでは参りませんでした。しかし試合は第3ラウンド、大変なダメージを受けている青コーナーの挑戦者ボラノス。さあこれでどうですかね。さあこのラウンド、柴田がどのように戦うか、ボラノスが一方どのようにピンチを脱するか。ボラノス若いですからね、はい、ダウンしてもね、回復力ってますかね、これがどうですか。で柴田がね、今のラウンドもうランダしたでしょ、はい、相当スタミナ浪費してますね。これがどうなりますかね、このラウンド。第3ラウンドの行方を注目したいところです。ボラノスがやや足を使って左を使い出しましたね。そうですね、左を出して打ち終わったところね、はい、右のクロスかなんか打ちはまたガグンってきますね。タイミングですよ。しかし練習で見せたボラノスのスピーディーな左、いきなり先制攻撃を受けて完全に反応が狂ったような感じですね。そういうことですね。やはり分からないものですよ。やはりこのスポーツもですね、もう多分にこのメンタルのところがありますからね、
ちょっとしたことで狂ってしまうんですね。ボラノフの左は当たりません。まだまだスピードがないですよね。1ラウンドそして2ラウンド の、 そのダメージはどうでしょうね、白井さん。まあ、とにかくね、相当のダメージだと思いますよ。ダウンした表よりですね、その後もう乱打されたでしょ。相当ね、やるダメージあると思うんですね。ですから普通ナックダウンって言うとね、まあ、5、3って言うんですけどね、はい、まあ、5につけたくらいですからね、相当のダメージあったと思います。小林さん、今日の柴田選手には中途半端なボクシングがないようですね。ないですね、非常にいいです。それで、はい、左を外してますからね、はい、これはもう絶対いいと思うんですよね。外してすぐその踏み込んでパンチを打つ、もうこれはいいと思うんですよね。その作戦がもうコーナーしてますね。まあ、最近ですね、今のようなね、1回目にガーッという、ね、攻撃なかったわけですよ、はい、もういつもね、こう最後にね、下が力を取っておいて、それをやってましたけど、今日の場合はそれ反対に来ましたね。今度は中盤から後半どうかと、もしボラノフが持ったらですね、はい、これがちょっとやっぱりね、注目ですね。まあ、ボダノスは若いだけにスタミナの回復、あるいはダメージの回復早いでしょうからね。と思いますね。しかし今はまだちょっとね、足がちょっともたついてますよ。もたついてます、はい、だから本当は今チャンスなんですけどね。でもね、これはなかなかね、目がいいですからね。今の時代の服ね、グラブでね、うまくこうカバーしてますね。ブロックです。外して、体を外して。第3ラウンドの柴田。ああ、当たった。ちょっと効いた。ちょっと効きました。チャンピオン柴田、ニストレートを打たれた。ストレートは怖いですね。ただね、時にね、ちょっとステップバックしてね、カウンターではまたナックダウンっていうあれもありますね。今の右のストレート強いですよ。右ストレートが当たりました。ボラノフも一瞬グラッとしました。強気ですね。このラウンド終わって、このラウンド終わって、平井さんの採点は5対5のイーブン、5対5のイーブンです。さて、試合はこれから第6ラウンドです。まだボラノフが出てきません。小林さん、はい、前のラウンドの最後にですね、柴田がちょっとコーナーに帰るときにフラッとしましたね。いや、そうでもなかったですけどね。ただ帰るときにですね、どっちかというとボラノスの方が疲れていたんですね。そうですか、はい。まだね、あんな壮烈なね、ナックダウンしたんですからね、はい、完全にはまだ回復してないと思うんですよね。しかしこれ若さですね。それにしてもこのボラノスという選手は大変な選手ですね。大変ですよね。あれだけのね、5回目なんかね、すごい反撃ですもんね、はい。ですからそういう意味でね、中盤から後半ですね、これは油断できないですよ。ミノスカウンターを打ちました。しかしこれは空振り、ミスしましたけどね。このミニストレートのカウンターに動物的な勘といいますか、威力がありますラミロ・ボラノス。柴田としては絶対にもらっては危ないパンチです。いや、本当にあれは要注意ですよ。またミニストレートそれか相手のレフトのストレートね、はい、これを打たれるようですとね、ちょっと良くないんですよね。あれはもう防御してですね、あれをうまくカウンターするとね、いいと思いますね。あ、今の時代のね、リード、あれいいですね。柴田のストレート、左のストレート、うまく失敗しています。完全に今のボラノスはタイミングが狂ってますね。ちょっと狂ってますね。スピードもね、練習の時よりちょっと遅いですよ。怖いもんですね。しかしそれにしても思い切ったパンチを打ってきますボラノス。もう全身の力を込めてパンチを振るという感じですね。そうですね。柴田の左のストレート、うまく左の使い分けをしています。チャンピオン柴田ボディーブロー、ボディーから顔面へ攻めようというチャンピオン。この辺りはベテランらしいうまさです。この辺でうまいこのカウンターのね、2つ3つしたいですね。柴田の右ストレートのカウンターがいつ当たるか。
第4ラウンドです。柴田非常によくですね相手をうまくこう迎え撃ってですね、はい、リードしてますね。インサイドから打った、ここでゴング、ここでゴングです。このラウンド5対4、白井さんの採点はワンポイント柴田リードです。試合はこれから第7ラウンドに入ります。さて試合が中盤に差し掛かりましたが、両コーナーの表情がどうでしょうか。赤コーナーチャンピオン側の本田さん、はい、いかがですか。あのね、米倉さんとしてはですね、まあ、エディタウンでのトレーナーもそうですが、相手はもう疲れてると、この辺りがチャンスであるということを前のラウンドから言ってますね。それから第1ラウンドにいきなり柴田が出ました先制攻撃ですが、これはあの別に作戦ではなくて、チャンスがあったら出ろと、こういうことだったらしいです。ですから今のところリング上の柴田に全てを任せているわけですけれども、そうですね、あのスピードは柴田の方があるから問題はないにしても、相手の右だけは警戒しろと、こういうことですね。はい、相手の右だけを警戒しろというところで、柴田の左のフックが顔面を捉えました。いいフックですね。いいフックです。さて一方の挑戦者側、完全にリズムが狂った感じですが、まだまだ力は残っているようです。足澤さん、はい、どうですか。まずダメージの点ですけれどもね、はい、こっちのセコンド陣はまだ足には来ていないので大丈夫だと言ってますね。ほうほう。それからですね、第6ラウンドの試合中はずっとプリメイロプリメイロ、つまり先に手を出さなきゃダメじゃないかと。なるほど。しかもそのコーナーに帰ってきてからも、お前が疲れているのはその先手を取らないことから来るものだということを盛んに言ってます。それともう一つはあの打点がねちょっと高いんじゃないか、はい、右のフックがだいぶ空振りしてますね。もう少し低く狙え、こういうふうにアドバイスを送っています。はい、まあ、ボラノスとしては先手を取りたいということですがね、うんうん、そうでしょう、全くその通りでしょうね。そうなんですね。まあ、とにかく先も言ってますけどね、もう1回2回に先手を相手に取られてしまったんでね、もうペースをねなかなか自分のものに持ってこられないと、そういうような状態じゃないんですか。気はね確かに焦ってると思いますよ、はい、もうこれいろんなこと考えてますよ、これでね。ただあの柴田がですね、非常にスピードがある相手の柴田が、これでちょっとねいけないんですけど、はい、まあ、この前ちょっと当たってましたよ。打ち合いになりましたね。打ち合いだった、打ち合いになりました。リングの中央です。足を止めた柴田の右、柴田攻める、強気なんですよ今日ね、強気。まあ、これがね15ラウンドまでいけばねこれ出したもんですよ。柴田全く積極的、カウンターを取ろうというチャンピオン柴田。みんなパーカット、顎の先端を捉えた。スピードがだいぶ落ちたですね、ボラノスはね。落ちたね、はい、うん、腕ぐらいしても全然、あー左当たった、左当たった、右当たった、右当たった、今パーマ当たった。ボラノス疲れた、柴田もチャンスですこれ。ボラロス疲れました。第7ラウンド、ボラロス完全に疲れました。大きく抜け取った。ここでゴング、ここでゴングです。第7ラウンド終わりました。第7ラウンド終わりました。このラウンドも白井さんの採点は5対4、赤コーナーに入ったチャンピオン柴田です。試合は第10ラウンドに入ります。チャンピオンの柴田です。ほとんど顔は腫れておりません。白井さん、はい、ここまで10ラウンド迎えるわけですが、はい、試合の一つの流れを変えるラウンドということができますかね。うんうん、ある意味ではね、まあ、なんて言いますか、8行くとね、どっちかというと静かなラウンドだったんですね、はい、ここに一つ波乱が、ね、出そうな気がするんですけどね。小林さん、はい、小林さんはここまでのラウンドを振り返って、はいはい、いかがですか。非常に柴田君の頭脳的なボクシングですね、はい、相手の左を外してすぐ打ち込んでパンチを出す。それとあのスピードはやっぱり柴田君の方がずっと上なんですね、はい、こう見てまして、ですからこのままでいけば柴田君はいいんじゃないかな、危ない、まあ橋を渡らなくて冒険しなくてもいいんじゃないかなと思うんですけれどもね。
試合は第1ラウンドにまず柴田が先制攻撃でポイントを上げて第2ラウンド柴田の強烈なパンチでダウンをしましたボラノス。その後ダメージの蓄積はありますが、しかしボラノス頑張りに来まして、早くも試合は10ラウンドを迎えています。右のストレート空振りです。前のラウンドから少しずつボラノスの左のジャブが当たってきました。柴田君非常にリズムからですね、パンチ出すリズムがありますか。あります、今日ありますよ。柴田の今日の左は非常に速いものがあります。いい当たった、左に返した、レッダ柴田ちょっとタイミングがあるか、これ危ないですよ。ボラノスの攻撃、3つ打たれましたね、ボラノスに。これ危ないですよ。ボラノスのミナアッパーカット、もう一回、これはね、ちょっとこうあれですね、予断を許さないですね。リングの中央、揉み合いになった。もちろんね、これは柴田が圧倒的にリードしてるんですけどね、はい、しかしあと KO というのがありますからね、はい、もう一発二発で終わる場合がありますからね、あれも絶対気をつけなきゃダメですね。柴田の右二つ、今度は左、右、打ち合いに出た、柴田打ち合いに出た、今度はボラノス、ワンツー、どっちがタフかね。また打ち合いに出た、しかしこれは柴田の距離です。いやーですよ、結構打たれてるんですよ柴田も。ボディーブロー、ボディーアッパー、今度は一発返しました、左、柴田の左、相打ち、フラフラになりながらよく頑張ります、よく頑張ります。挑戦者ボラノス、これは頑張りますね、大変な執念です。右当たった、左当たった、今度は右を返した、強烈な打ち合いですね。柴田の連打、また当たりました。これはね、やはり前半のボラノス、後半の柴田と、もうイーブンですね。5対5、白熱のイーブンです。前のラウンドの打ち合いをご覧いただきます。柴田の右、もう一つ右に当たります。この辺りは柴田自由自在な攻撃です。さて試合はこれから11ラウンドを迎えます。赤コーナーチャンピオンの柴田、面白い試合になりましたね。もう実にね、もう迫力満点とスリル満点、はい、本当にいい試合ですね。もうね、前のラウンドでもね、はい、あの後半柴田良かったんですけど、前半打たれてますからね、ああいうね、攻防のね、その差って言いますかね、本当にお互いによく頑張り、打たれればまた打ち返す、はい、こういうね、やっぱり投手いいですね。11ラウンド、試合はどのように展開してまいりますか。まあ、前回のことを言うと、今日の試合とは全く経過が違うんですが、しかし柴田は前回の対浜谷戦では10回までガンガン打っておいて、11回からガクッとあのスピードが落ちましたね。そうですね、ちょっとね、まあ、今日の試合から見るともう運転の差のね、はい、悪いコンディションですかね。そういう意味で柴田のスタミナがどうかということは小林さん一つ問題になりますね。11ラウンドゆっくりと左に回る挑戦者ボラノス。この挑戦者のボラノスはエクアドルに奥さんと娘さん、3歳の娘さん1人がおります。何としてもタイトルを持って帰ると約束をしてエクアドル赤道直下から参りました。しかしこの試合ベテラン柴田の旨味あるいは強打に完全にケースを狂わされて、ここまで全くポイントを奪うことができません。このラウンド相手が出てこない柴田も
相手の出方を待とうというような感じですかね。中盤でやってますね。シャープな左のダブル、チャンピオン柴田。ダブルが出てるから絶対大丈夫だよ、絶対チャンピオンだよ。ああいう反撃は怖いんですよね。しかしまあちょっとブロックしてますからいいんですけどもね。柴田のいいことはね、ちょっと打たれるでしょ、はい、すぐまたね打ち返すことね、これができるからね本当にいいですね。それから今日は先ほど第3ラウンドに右のストレート一発もらいましたが、はい、その後あのストレートガクッとくるようなストレートは顎にもらってませんね。そうですね、はいはい、怖いですからね。僕はリング上では同じパンチ、同じパンチは二度と食わないように心がけていると、そういうことを常日頃言っておりますチャンピオン柴田。第11ラウンド、うまく足を使っております。今日の柴田はしかし、足を使うときには使い、止まるときには止まる、このあたり相手がですね、はい、気を抜いたときに足を止める、そしたら足を使う、うまく使い上げてますね。それもね、大きく使うんじゃなくね、はい、なんていうんですか、ゆり足のようにね、はい、非常にこう理想的な足なんですよ。11ラウンドありました。平井さんの採点5対5の互角です。挑戦者のコーナーです。ご覧のように1ラウンドに切った右のまぶた、そして右の目をご覧いただきたいと思いますが、ほとんど完全に塞がりました。これは小林さん、この状態はボラノスはやりにくいでしょうね。もちろんやりにくいですしね、やはり今までのナックアウトで早くに倒してますからね、はい、15回長丁場10回以降の、試合とはしかないんじゃないですか。経験がラミロボラノスは南米のジュニアライト級のチャンピオン、タイトルを持っております。エクアドルのチャンピオンでもありますが、過去の試合ではこの12ラウンドまでが最高です。南米のタイトルマッチで12回を判定勝ちしております。しかし今日の試合はボラノスとしてはもう12回以上15回というような感じですね。そうですね、まあ、今の柴田の攻撃なんかね、左のフック追い込んで2つ打ってミスミス、はい、3つ4つと当てましたからね。ああいう風にね、もう外したらこれでもかこれでもかというね、そういうね、すごいパンチというのはいいと思うんですね。遠くからボディーブローレバーへ打ってきます。挑戦者ボラノス、ボラノスが動いてきました。チャンピオンの左ミナッパ、反撃しますよ。そろそろ高尾さん、はい、青コーナーですがね、もうポイントの上では絶対勝てないというふうに見ましてね、はい、青コーナーのセコンド陣はね、はい、このラウンドにかけました。このラウンドにかけた、ナックアウトを狙わせたと言ってます。はい、これは見ものですね。柴田がそれをどの程度に感じるか。柴田、ま、警戒のラウンドです。判定ではね、もう絶対勝てないですから ね、はい、そうですね、もうこんなに開いてますからね。あとはノックアウトだけ、これのみですよ。柴田警戒のラウンド、ボラノスが勝負に出ます。だからそういうことはね、はい、力んでくるでしょ、はい、柴田にも KO のチャンスがあるということですね。なるほど。さあ12ラウンド残り半分が、どのように試合の展開を流れを変えますか。ボラノスのボディーブロー、柴田も返しました。今度は柴田の左ストレート、顔面を捉えた。ボディ見当たった、顔面を捉えた。左を当てようという、そしてインストレートをカウンターしようというボラノス、ボディーブローです。かなりレバーを打たれました。挑戦者柴田の右ストレート、効いてるよ効いてるよ。ボラノスのあのボディーアッパーは警戒しなければいけませんね。柴田の左、柴田の左、挑戦者も一発フックを返した。さあもう数しか時間ないですけどね、これからが山なんですかね。あと30秒、なんとか足を使おうという挑戦者ボラノス。石畑が実にいい攻撃してますね、まあ、ちょっと頭下げるのは危ないですけどね、いい攻撃しましたよ石畑。ボラノス
このラウンドに勝負をかけたということですが、柴田の攻撃、ロープに詰まった、ロープに詰まった、しかしインサイドから挑戦者打っている、インサイドから打っている、柴田の左、場内から歓声が上がる、ゴングです。柴田の方が打ち勝ちましたね。このラウンド柴田を使って5対4。さて試合は余すところ13、14、15、3ラウンドだけとなりました。チャンピオン側のコーナーです。右側が米倉健二マネージャー、左側がエディ・タウンゼントトレーナーです。このコンビは過去何度も世界タイトルを行っております。さて13ラウンド、ゴンが鳴りました。肩で大きく息をしています挑戦者。しかし歯を食いしばって再びリングの中央に出ました、挑戦者ボラノス。柴田の動きは依然警戒。しかし柴田も右のまぶた、そして左の目の下をちょっと切っております。スピードがあります柴田。あと13、14、15、3ラウンド、チャンピオン柴田がどのように戦うか、ボラノスに最後の反撃の力が残っているかどうか。これは終わってみないと分かりませんけどね、はい、本当に圧倒的に勝ってますけどね、終わるまではもうとにかくね、油断はできませんよ、はい、しかしこれほど記録充実のチャンピオンを見たのは久しぶりです。余裕持ってますね、はい、非常にね、こうやって構えているというのもですね、非常に体、足、から顔つきね、はい、非常に相手をよく見てるし、余裕を持ってるということね、これはもう本当に心強いですね。相手のパンチをよく見ていますチャンピオン柴田。ボラノスの右から左を返しました。右、チャンピオンの右、そしてグッと体を沈めました。この辺りはうまい攻撃、これ簡単になるから本当に来ますね。ねえ、本当に簡単にしたいと思うけどね、はい、柴田は相手のボクシング、相手のパンチの出方を完全に読んだ感じですね。そうですね、もう本当にね、主導権を握った感じですからね、はい、やはりやることなすことうまくいくんですね、ボクシングというものはそういうものであってですね、やはり相手のペースでやってうまくいくわけないですからね。あっと左当たりました、受け取った、挑戦者のけ取った。さあフットワークを使います、挑戦者左を出したら当たりません。しかしこれ柴田君ですね、はい、リングの角度、アンドランド、その自分で作戦を考えたらやっぱりもうキャリアですね、非常に変わりにくいですよ。ラウンドごとに変えてますかね、はい、はい、ボラノスの顔面は完全に変形しております。無理しないよ柴田、絶対無理しないよ。しかし目は少しカットしてますが、こんなに綺麗な柴田の顔というのも久しぶりですね。本当ですね。13ラウンドの残り30秒、柴田が攻撃に出ます。柴田攻撃に出る、ちょっとコーナーを見た挑戦者、うまくね、本当に計算しているようなね、後半になると必ず打っていくと、はい、上部の打ち分けですね。あとパンチの頭もね、本当にこう頭のひらめきがいいですよ今日の柴田。第13ラウンドは相手にちょっと会釈をするようなそんな感じで引き上げてきましたチャンピオン、5対4でこのラウンド取っております。青コーナーのボラノスのコーナーです。試合はこれから第14ラウンドに入ります。さて白井さん、はい、試合はそうしますともう判定は完全に見えておりますので、はい、ボラノスが逆転 KO なるか、あるいは柴田がナックアウト、そうそう、フィニッシュまで持っていくかどうか、ね、興味はこの2ラウンドね、はい、そういうことに絞られました。もう KO 以外にはですね、はい、波乱、まあ、波乱って言いますか、この採点においてはもう間違いないと思うんですからね。
しかしその島田君のもうスピード世界メイクもなかったないと思います。柴田慶応逆転慶応負けはないと見る、はいはい、ナイスボディーブロー、いいボディーブローですね、強いパンチです。マイペース、マイペース、場内から柴田マイペースという声が飛びました。まあ、実際ね、もう何回も言いますけどね、はい、柴田のコンディションでね、リングの上のコンディション、もう最高ですね。こういうこれだけのいいね、頭というね、体の動きというコンビネーションという、もう本当にね、非常に素晴らしいですね。前回の浜谷戦のカローニで勝った新勝の、本当ね、それを完全に覆すように、とにかく大変に気力充実したチャンピオンです。なんかこう見て楽しんでボクシングやってるやつね、柴田君は、はい、まあ自信と言いますか、ね、自信ですね。お、柴田、柴田チャンスという声が出ました。ワンツーを行く、ワンツーを行く挑戦者、しかし柴田肩でこれを返しました。お、あ、お、レフリーが、レフリーがドクターを呼んだ、ドクターを呼んだ。14ラウンドの1分30秒あのですね、はい、右の目がね、下がっているということなんですね、はい、14回の1分30秒さて、どのような判断を下すか、あれじゃちょっと見えないかもしれないですね。先頭再開です、やれますね。トレーナーが入りました、出ました。セコンドが入った、出ました。先頭再開、先頭再開です。しかしやはり相当に下がってるんですね。下がってますね、本当に。ちょっと相当下がっちゃってるような感じですけどね。ボラノスの右目は完全に下がりました。これであの柴田の左が見えませんね。あ、ちょっと見えないと思いますね。ボディから顔面、ボディから顔面だ。あ、本当に柴田もね、本当に、まあ、普通なればね、はい、それだけワンサイドの勝手ですからね、もうあと、ね、流して、はい、終わろうと。ところが今日はよく十分なんですね、とにかく不用意な一発を食わないこと、これが柴田陣営の作戦と思います。右上がった、右上がりました。高尾さん、はい、コミッションドクターの鈴木博士ですがね、ボラナスの右の目はもう見えないそうです。見えません、はい、で左は見えます。で左は見えるので、どうかということをやってたところ、セコンドからやらせてくれと、こういうことらしいですね。なるほど、右は見えない、わかりました。右は完全に潰れました。挑戦者ボラノス、まあ本当にファイトマンですね。ファイトマンですね、本当にやるんですからね、まあ、非常にこう立派ですよ。軽く右を出しました。これは威力がありません。挑戦者左のアッパー、ちょっと力があります。ここで第14ラウンド終わりました。このラウンド白井さんの対戦5対5の互角と出ました。さて最後の3分間を迎えます。59分間にわたります世界タイトルマッチ、世界フィギュアライト級タイトルマッチ第15ラウンド最終回を迎えました。ゴングが鳴りました。15ラウンドレフリーが中に入って、さあ戦闘開始。一つこの3分間をじっくりと、じっくり見ましょう。ボラノスにとってあるのは逆転 KO だけ、あるいはこのラウンド倒されずに判定に持ち込むだけ。柴田の左、柴田のパンチスピード衰えてないですからね。1回からほとんど変わりませんね。あ、いや、こういうことは珍しいことですよね。今回のトレーニングが完全に完璧にうまくいった、そんな感じ。チャンピオン柴田、柴田の左連打、あんまりこう
まあ、なんて言いますか、悪い言葉で言うとスタンドプレーって言いましてね、はい、オーバーするってじゃないですからね、もう本当にね、10秒あれば手をになっちゃうんですからね、これはもう絶対気をつけることですよ。相手をミスさせて冷静にパンチを腹顔面に打ち分けます、チャンピオン柴田。まあそれにしても動くといい、非常にキビキビしてるしね、パンチはシャープであるし、本当に何言うことないんですけどね、まあ老婆心ですかね。挑戦者が果たして15回終了のゴングを聞くことができるか、あるいはチャンピオン柴田、この最終回に相手をキャンバスに這わすか。柴田の左ボディーブロック、今度は一発返した、挑戦者返しました。西田が高い、はい、足が面白いですね、いい早い感じでしたね。さあ場内から大きな歓声が上がった。スタンダーウェイです。打っては離れ、離れては打つ、チャンピオン柴田得意の戦法、さあ行け、さあ行けという場内。柴田のボディーブロー、ストラックを捉えました。今度はワンツー返った、ワンツーが返りました。大きなフック空振り、左フック左が効いた、効いた、これは効いた、これは効いた、これは効いた、みんなうまかった、効いた、まだ時間がある、まだ時間があります、効いています。立っているのがやっと、立っているのがやっとです。15回 KO なるか、15回 KO なるか、ナックアウト勝ち、柴田15回2分27秒 KO 勝ち。レフリーが止めました、レフリーが止めました。柴田ナックアウト勝ち、柴田ナックアウト勝ち、柴田2回目の防衛なる、ワンサイドの防衛、しかも15回 KO 勝ち。平井さん、はい、ついにフィニッシュまで持ってきましたね。ああ本当見事見事、本当にね、もうこのね言葉に本当に尽きるような試合でしたね。もうあの今日のね、でまたレフリーがですね、はい、あそこで止めること、これまた光ってましたね、非常にいい裁断といいますかね、認定賞の授与が行われております。チャンピオン柴田、実に鮮やかに15ラウンド手元の時計で2分27秒ナックアウト勝ち、素晴らしい KO 勝ちを収めました。相手をキャンバスに這わして10カウントはありませんでしたが、レフリーがこの試合を止めました。